ブエルター・エスパーニャ2007は2007年9月1日から9月23日まで行われた第62回ブエルター・エスパーニャ2007年のグランツール最終戦ブエルター・エスパーニャ2007コース外洋ガリシア州ポンテベドラ県の B5 で開幕しスペイン全土を時計回りでほぼ一周し最終日に首都マドリードに向かうステージで閉幕する前半のステージに 山岳ステージが集中するレイアウト。チームタイムトライアルは設けられず、二度の個人、タイムトライアルを挟む。参加チームは2007年の UCI プロツアー参加チームに主催者推薦枠で出場するプロフェッショナルコンチネンタルチームの3チームを加えた21チームであった。前年度のトップ3であるアレクサンドルビノクロフ。 アレハンドロ・バルベルで、アンドレイ・カシェチキンがドーピング疑惑やチーム事情などから出場せず、本命不在の大混戦が予想された。第4ステージを制したウラジミール・エフムキンが総合トップに立ち、1分6秒差でデニス・メンショフが続く。総合1、2位のロシア勢の間に割って入ったのが、第8ステージの個人 TT で3位に入った、ベルギーのステイン・デボルデル。 ここで総合トップの座を奪い、2位に30秒差で、メンショフ。この区間18位に終わったエフィムキンは1分28秒差の3位に、交代。第9ステージ。区間優勝のレオナルド・ピエポリと、同タイムゴールを果たしたメンショフに対し、デボルデールは、メンショフらに遅れること4分58秒差の区間42位と、大敗。ここでメンショフが総合トップに立ち、二分一秒差で、 エフィムキンガ2位。2分27秒差の3位に、カデル・エヴァンス。3分2秒差の4位にカルロスサストレが、続く展開となった。上記の通り、今大会は前半戦に集中して、山岳コースが設定されたこともあってか、この後、第17ステージまでは、上位陣にほとんど変化がない様相。以後は2位以下に、順位の変動はあったものの、 メンショフはこの後も安定した走りを見せて2年ぶり2度目の総合優勝。総合2位にはサストレ、同3位にはサムエル・サンチェスが入った。ちなみにメンショフは三角賞、コンビネーション賞も獲得。総合優勝と三角賞のダブル制覇は1995年のローランジャラベール以来のことである。ありがとうございます。